岩田カットして中川へ寄ってきたマルコスジュニオール裏前田がゴール前走ってる三好柳が合わせてきた常本ですかよく戻りました戻りますよ、20メーターぐらい、はい、ここですね今ちょっと下がりましたけども右のサイドちょっとチャンスの形土井が入れて荒木ヘディング彼の技術だったらまあこのぐらいのクロスを上げれるまた荒木選手の入っていくまあコース取りというかタイミングというかまだこのヘディングテクニックもちょっと後ろに来てるんでマルコスジュニオールが広げたマルコスに入れるダイレクト折り返し直接狙ったこれはよくしのぎました大きい打つのかマイナスこれはミサを読みがちディエゴ・ピートカあー上田が場所を空けたんで自分で行く行ってスルーパスーいいボールだピートカのパスで崩した上田綺世が打ちました鹿島らしくカウンターで追加点まあ、先ほどもロングカウンターのところでピトカ選手がまあロングドリブルしたんですねでその時ラストパスでちょっと乱れたんですけどここはもう完璧なラストパスそして上田綺世選手のこのランニング素晴らしかったですね、はい、畑中選手のもう視野の外から入ってきたんで、まあ、そして最後も落ち着いて冷静にゴールキーパー高岡選手のまたそこまで見えた状態で打ってるんで収めました上田今日は右サイドバック常本伊佐をスルーパス土井トラップして外を狙った土井はオフサイドエウベル、うん、杉本エウベルが水沼を見たチャンスだぞ水沼交代 いきなり交代の3人でもってチャンスにしましたエフマリノスいい崩しでしたねこれ交代直後のプレーですよね、はい、自分から当てて入って水沼選手のランニングもう長津選手も完全にエーブレス見てますから、はい、ただ大木選手これビッグセーブでしたね本当にここで1点取ったらもう流れガラッと変わってたと思うんでより、はい、トラップも完璧だったと思いますね今日が302試合マルコスジュニオ天野のスルーパス後ろから抜けてチャンス杉本クロスバー旗上がりましたが時間はもう目安の5分を過ぎています試合が終わり